はい、今ですね夕方の6時、歩いておりますが、交通量はですねこれぐらいの感じですね。はい、ホーチミンと比べると結構空いてる状態ですよね。ホーチミンだともうこの夕方の6時ってめっちゃやばいでしょ。それがねベンチェはこんな感じですよ。ということで渡りますか。渡りましょう。ということでね、通勤ラッシュでも夕方ね仕事帰りの人たちが戻る時間はこんな感じで空いてるということで、でしかも私たちは恒例のお散歩タイムでございますね。はい、では今日はどのあたり行きますかね。はい、いい感じでね歩いておりますね。いいですね。じゃあこちらのご覧ください。結構お店がありますよね。はい、何のお店ですかこれは。服の店。はい、あるいはカメラ。はい、写真撮る。写真屋さんね。そう、 あとおもちゃ屋さんとかね。靴屋さん。いろいろね、縫いぐるみがたくさん売ってますね、前方。ちょっと見えますでしょうかね。今6時15分まだなんないから、完全についてないけども、まだありません。これもうちょっと夜になると完全につくっていうことですね。明るくなるから。しかもですね、ご覧ください。遊園地もね、小さい遊園地今着いたよ、ちょうど。今ちょうど着きましたよ。めちゃくちゃ運良くないですか。私たち着く時間知ってるわけじゃなかったんですけども、ちょうどですね着きました。すごいね、こういう時ってあるんだね。こんな、なんか私たちが来たからつけてくれたのかな。私たちが来たから、すごいですね。はい、ドリフィーね。そうありますね。はい、で見えますでしょうか、小さい遊園地がねあるんですよ、こちら。はい、見えますでしょうか。はい、小さい遊園地ですね。はい、この道路、すごい浸水したらって、妹は。あ、そう、この道路、浸水して水が。そう、前、大きい雨降ってたじゃん。一応ね、水がね、ちゃんと流れるようにはなってるんですけどね。そう。で、小さい遊園地がありますね。ここ入るだけでお金取られるの。取られない。乗ると取られるって感じだ。そうですか。機会があったらね、行ってみたいですね。はい、あっちもね、遊園地で行ったことある遊園地。高いの。はい、乗る、もう一回。いや気持ち悪くなっちゃうからね。はい、まだまだですね。まだ暗い。はい、そして、スーパーがありますね。はい、ではスーパーに、行ってきます。ではスーパーに行きますよ。はい、スーパーにね着きましたね。はい、こちら着きました。